ブーン。こんにちは、ミントです。ブーン。親日家として知られるジェンソンバトンは、週に4日は日本食を食べたいというほど日本食好きで知られています。そして、日本を愛する理由の一つとしてこう語っています。日本は他人に対する礼儀を大切にできる国だから。日本滞在中は表参道や明治神宮がお気に入りのお散歩コースみたいですね。今回は日本をこよなく愛するジェンソン・バトンの日本での活躍ぶりをご紹介しますね。バトンは F1 引退表明後、所属チームのマクラーレンからの強い引き止めに遭いながらも日本のスーパー GT 参戦を表明しました。日本のレースファンにとっては衝撃の発表でしたね。バトンは F1 ドライバー時代からスーパー GT に注目していたみたいですね。2017年8月のスーパー GT 第6戦、鈴鹿1000キロでバトンはホンダにラブコールを送り、チーム無限よりスポット参戦をしました。初めて乗る GT500 マシンで予選では Q1 で敗退してしまいますが、Q1 通過まで 0.089 秒差と、初めて乗る GT500 マシンながら高い適応能力を披露してくれました。2018年はチーム国光から山本直樹とコンビを組みました。元 F1 ワールドチャンピオンということで大きな期待が寄せられていましたが、実は F1 マシンから GT マシンへの乗り換えに苦戦していたといいます。 F1 と比べ車重、パワー、ダウンフォースが違う GT500 マシンは動きが若干鈍く、例えばリアが滑る際にもあらかじめ予測の上で瞬時にカウンターステアを当て立て直すことができるフォーミュラマシンに対して対応が遅れがちになってしまうギャップに悩まされ、その上スーパー GT では GT300 クラスをタイムロスなく処理をしていかなければいけないレースに非常に苦戦をしていたとチームメイトの山本直樹選手は語っていたんですよ。しかし開幕戦の岡山では慣れないレースの中でもタイヤ無交換作戦を成功させ2位表彰台を獲得。続く鈴鹿でも連続2位表彰台を獲得し、そして第6戦スゴーでは天候に恵まれない中、フリー走行でスリックタイヤでの走行をしていない状態で臨んだ Q1 を上位で通過。Q2 では山本直樹がポールポジションを獲得し、そのままポール2ウィンでスーパー GT で初優勝しました。バトンにとっては実に6年ぶりの優勝だったんですよ。そしてシーズン最終戦モテギでは、レクサスの追撃を振り切り3位でフィニッシュし、参戦初年度で見事にタイトルを獲得しました。今年2019年ホンダ勢は思った以上にダウンフォースが得られず苦戦を強いられ、チーム国光もタイヤのピックアップに苦しみ、ホンダ勢同士の接触や GT300 との接触など不運のレースが続き、現在年間ランキング8位、タイトルの可能性はなくなってしまいました。バトンはその後、今季限りで日本を離れることを表明。日本での最後のレースとなる最終戦のモテギは昨年3位を獲得し、相性がいいサーキットなので、いい結果を期待したいですね。F1 通算15勝、2009年のワールドチャンピオンが日本を選んでくれたことに感謝ですね。バトンは結婚をし、先日待望の第一子が生まれました。日本を離れてからは、お子さんの近くで明るい家庭を築いてほしいですね。落ち着いたら、また日本に戻ってきてくれたら嬉しいですね。日本が好きだと言ってくれるのは、とっても嬉しいことですね。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。